はい、こんばんは。あれ？はい、皆さんこんばんは。2017年11月の27日、23時6分です。よろしくお願いします。ノーテさんいらっしゃい。リュウホデスマさんいらっしゃい。サイちゃんいらっしゃい。エンビーワードツー。いや、なんかアイラから今電話かかってきて、なんかアメリカ人のリスマン取らせろよとか言って、お前力あんだろとか言って、いきなりなんか切れられて電話を。すげえなんか最近のアイラムカつくんだけど、なんかあいつ勘違いしてるっしょ。なんか本当に勘違いしてると思う、アイラは。あー、タバコ買うの忘れた。最悪、マジかよ。いや、ダサくない？まず、そのなんか俺最近のそのリスワンを誰々が取らせてあげようよっつって、なんか囲い込んでるのって本当のリスワンの意味あるの？と思ってて、面白いことやれよっていう。面白いことやったら人が集まんだから、いや、あの、そもそも俺の考えなんだけど、これはリスワンっていうのは自分で面白いことやって人が勝手に集まってそれを競い合うんじゃないんじゃないの？なんか力ある人とかコネクション使って取らせよう取らせようって仲間内でさ、その回し合ってんの俺すげえダセーと思ってて、はい、わかつねえ、マルコメ、アメレコさんダサいよね、すげえ超ダセーとか思って。いや、アメリカ人から連絡来たわけじゃないから俺は別にアメリカ人ディッシュしないけど、アイラがダセーわ。いや、だからダサいっつうの。もういろんなところにリスワン誰々取らせてよ取らせてよって、関係ないじゃん。取るやつが取るんだよ。てか、そんなことの前に面白いことやれよっていう。リスワンがどうとか、その見栄ばっかり張ってないで、面白いことやったらリスナーさんはついてくるっしょ。いや、マジでね、最近のアイラね、ほんとないと思うよ。なんか変わった、あいつ。ダサいでしょ、普通に考えて。多分前見てる方もダサいと思ってるはずだよ。そう、自分の配信者が好きで来てるリスナーを流す配信者もおかしいって。アイラ通報するって、通報も何もないじゃん、事実じゃん。プライベート中に電話かけられてきて迷惑してるの俺なんだけど、通報もクソもなくない？だからそういうところがダサいんだって。そういうところがダサいんじゃないの？だってお前が自分でやったことじゃん。ディスでも何でもないでしょ。いいんじゃないの、プライベート中に電話かけられてきてさ、閲覧流せってさ、そっちの方がマナー違反でしょ、どう考えても。お前だってアメリカ人ってタイトルでやってんじゃねえかよ。ほんと小物。もうだから口じゃ勝てなくなってんだって。もう論破されんのが嫌なんだよ。この前の電話さ、向こうから来てさ、なんつうの、自分で切って逃げてんだ。通報誘導もクソもないじゃん。あのね、そもそもなんだけど、アイラが電話かけてきたんだよ。だからその態度何なの？お前がお願いした立場なんじゃないの？わかる？だったら通報こっちもかけるわ。俺の肖像権勝手に使って電話に乗せてたでしょ？ねえ。
俺のさ、電話勝手に載せてたよね、みんな。取ったらそっちの方が悪いじゃん。許可取らないで。放送やってたんでしょ？違うの？ダサすぎるでしょ？お前本当に配信者かよ。本当に。勝手に無断で人の声載せててさ。向こうから先にやってきたんじゃないの？いや、リスワン降りるでしょ？そんな巻き込まれたら。どう考えてもおかしいでしょ。無断でさ、人の声さらしてさ、それでさ、無断で名前使ってるって何様なの一体。おかしいでしょ、通報誘導とか言って。ダサすぎるわ、はっきり言って、配信者として。ハートプレゼントありがとう。マミリーにいらっしゃい。いや、毎回毎回泥酔してさ、こんなことやってたらおかしいよ、本当に。そう。おかしいよね、最近のアイラ。はい、ワード2 MC。 ダサすぎアイラ。知らない。瞑想してんじゃないの、いや、やってることむちゃくちゃだと思うよ。5分前の記憶がないって言ってたけど、なんかやばいんじゃないかな。知らない。昨日の医師のコラボめちゃめちゃ面白かったよ。最高だったよね。恩着せがましいよ、本当に。なんで俺がアイラに協力しないといけないのか全然意味わかんないんだけど。ましてやアイラのリスワンでもないわけじゃん。だからそのなんつうの、そのプライドねえのかなと思って。プライドなさすぎる、はい、最近の配信者は。めっちゃ楽しかったでしょ。一種の面白いでしょ。風船ありがとう。いや、それ無視するでしょ。何言ってんのってなるでしょ、何言ってんのってなるでしょ。いや、もう本当にブロックしようかなと思ったもん。マジで。干されるよ、あんなやり方してたら。ミコさん、ハートありがとう。こんばんは、拓也さん。ありがとう。噛み合うんだよね。バクブルベースの被害者の会、あ、わかんない。何のことか、それは。いや、なんか、今電話かかってきて、アイラから。アメリカ人のリスワン協力しろや。お前枠つけて誘導しろよ、とか言って、命令口調の話で。いや、アイラちょっと待ってって言ったら、ブチって切れられて、電話を。で、なんだこいつとか思って、勝手に電話かけてきて、勝手になんか誘導しろとか言って、何言ってんのみたいな。アメリカ人が和道さんをネタにしてる。うん、いや、別に構わないけど、全然。全然構わないけど。うん。なんか違うよね。ヒカルくんにお願いしたりとか。いや、アメリカ人かわいそうでしょ。うん、なんかフワッチのボスドンと思ってる。閲覧もアイテム負けて俺がダサいんですね。クッソワロタ、お前、俺じゃ口、俺に口に勝てないじゃん。いつも逃げるじゃん、クッソワロタとか言って。お前だよ、お笑いもんなのは、毎回逃げんじゃん。違う、お前俺に口で勝ててねえじゃん。コンプレックスあんだろう。だから自分の勝ってるフィールドでしか勝負できねえんだよ。俺別にお前とアイテム対決やっても負けないよ。
閲覧でも負けてないし、実際なあ負けてないじゃんね。 お前負けてんだ、現時点で。今喋ってやろうかって、だってお前勝ったためしねえじゃん俺に、グッズで。だからそういうやつなんだって。結局さ、人のことタイトルで通報誘導とか言ってるけどさ、あのミラーしてんのお前なんでしょ。今喋れるよ別に。バカありがとう。っていうかさ、閲覧で負けてるって言うけど、もうズバッと言ってやるよ。あの、金梅さんの閲覧だから。うん。もしもし？のび太くん、久しぶり。何、のび太って。のび太じゃん、お前。どこがのび太なの？いやいや、閲覧困ってるんで、助けてよ、つってる方がのび太だよ。つけてんだよね。お前だろ、のび太。ねえ、閲覧欲しいからリスワン取りたいから助けてよって電話かけまくってんでしょ。お前だよ、のび太は。そうなんだ、うん、分かったよ、うん、ドラえもん助けて、ドラえもん助けてって。うん、それで。いや、それでじゃなくて、ダサすぎるでしょ、最近やってるの。いや、俺単性じゃない、最近かぶせるやつが多いからさ。何？分かったよ、かぶせないんだな、お前な。お前かぶせないんだよな。かぶせて喋るやつが多いから。何の話してんの？だから俺黙ってんの。何を言ってんの？お前誰と話してんの？お前がかぶせるってことも知らねえの？通話でかぶせるっていう言葉すら知らねえの？いや知ってるけど、俺かぶせてないし今。だからかぶせるやつが多いから変な間を取っちゃうから。知らねえよ、お前がどこの誰と電話してるの。変な感じになったってことすら知らねえの、お前。何知らないのって。俺かぶせてねえっつってんじゃん。お前誰と話してんの？だからてめえのこと言ってねえだろ。てめえのこと言ってねえ。じゃあ俺のこと言ってねえんだったら俺以外の話すんなよ。関係ねえから。で、マンスリー1位で閲覧にも俺でも負けて、どう思ってんの？お前さんの閲覧でしょ？お前の閲覧じゃないじゃん。お前ピンだと数って俺にも負けてんじゃん。そうでもないよ。顔出したら俺150人はいるよ。いやいや、150人でしょ？お前今現時点で俺に負けてんじゃん、うん、現時点。じゃあ累計は、今月の累計、マンスリーの累計見てください皆さん。俺でも悪者とよりワードは。いやだからそれ、金梅さんとか他の人に見てください皆さん。まず見てください。一個ずつ片付けていきましょう。じゃないと話が進まないからね。マンスリーでどっちが一番高いですか？累計ですよ。まずはそっちからいきましょう。一個ずつ片付けていかないとね、話が進まないんだよ。まずマンスリーの閲覧です。ポイントじゃない。ポイントは俺が1位なのは分かりきってるよね。嫉妬してなくて、和道さんの話はどうでもいいです。俺は20万3、7000人。和道は何位よ、お前。お前何位言って。いや、見てないけど俺。何位かお前が言えよ。お前が持ち出した話題だろ。何位？何位？何ね。委員長、お前。いや、ミスター忘れても悪いけど。めんどくせえ、探さない、めんどくせえ。下すぎるから探さない、めんどくせえ。スクロールが。何位？知らねえわ。何位？リスナー。あ、ごめんね、ワド。リスナー何位？ワドは。何位？何位？閲覧、ポイントじゃなくて閲覧教えて。俺より高いかもしれない、もしかしたら。だから俺わかんない。あー、見られまーす！どっち？いや、教えて。今すぐマンスリーランキング見てごらん。ワード、マンスリーは入ってるとは思う。確実に。入ってる。まあ、ないわけはない。県外ではない、絶対。だから、そこに閲覧が出てるはず。20万7000。20万。7000。俺と一緒か。マジか。うん、え、びっくりした、それは。お、すげえな、お前。で、俺、売名はしてないよ。
あ、声回ってるわ、アイラ。声回いや、ごめん、それ許して。ごめん、今、仕様がいろいろおかしい。ごめんね。え、20万いんの、あいつ。ああ、それは、すごい。認めるわ。で、まあ確かに稼げてないかもしれないけど、俺が言ってんの、数字でどっちが勝ってるとかいう話じゃなくて、ポチの情報がしっかり書けよ、お前。じゃないとお前怒っちゃうよ、ポチ。あ、ごめん、窓。リスナーに言ってるんだけど。何こら、話変わってんじゃねえかよ。和道の教えろっつったよな。俺の教えろって誰が言ったんだよ、この野郎。和道が何？10万、5300人って俺より過疎じゃねえかお前さ、でもさ、ピンの放送で俺に勝ててないじゃん。それ金梅さんの数字じゃないの？そう思う？勝ってるよ。いや、勝ってるよじゃなくて、それ金梅さんの数字転でしょ。売なんて、月に、1度か2度。しかもそれなんて大した数字じゃねえ。だってお前ピンじゃお前リスワン取れねえじゃあそこは遊べとったけどね。ん。え？金梅に誘導してて。誘導してとお願いしまくってんじゃん、ヒカルくんとか、俺とか、いろんな人に。今日やってるよ。今日楽しいじゃん、それ。お前。さよならって嬉しかったろ、俺に。いや、周りは嬉しくないと思うよ。そうかな。だってさ、リスワンってそもそもさ、面白い配信者が競い合って閲覧競うんじゃないの？こんなさ、その大手の力借りてさ、誰々取らせようぜってやってんのってさ、全然面白くないと思うよ。どうぞ面白くねえじゃん。お前の面白みってなーに？いや、俺も普通に配信でやってて面白いけど、リスナーさんと絡んでて。なんか、面白いと思うのはもうあれの気持ちだろ。お前じゃねえんだよ。周りはどうやって言って、お前の何が面白いっつってんの？いや、それは俺のリスナーに聞いてくれよ。てめえが聞け。面白いから人が集まってんでしょ？お前が聞けよ。なんで俺が聞くの？俺が関心ないこと、お前が関心あることをおじ前ゃが聞け。あさ、一つ言ってやっていい？お前の配信割、それなりに閲覧が集まってるかもしれないけど、エネルギーがないから、何エネコルメギーっントとて。か潜り以外にアイテムっていうのを反映しないよ。なぜかわかる？それは、それ以上の何かを感じないぐらいの、ありきたりな雑談だからだよ。それ以上のパンチ力何もないからだよ。だから相手もわかんない。ただそれだけだけど、それでも満足してるならいいよね。じゃあなんだけそう、ど、どう思いますか？じゃあ1分間どうぞ。俺散々喋ったからね、どうぞ。じゃあさ、なんで今現時点で閲覧負けてんの？お前の方が先にやってんのに。それ答えてよ。閲覧の話してなくない？いや、してるけど。閲覧の話してんだって、の？面白いんだったらそっちの方に人が集まるじゃん。今、だから結果が出てるわけでしょ。で、面でも白くさ、ないか閲覧ってら。さ、和道さ、俺は思うんだけど、もはや、いくら嫌われるような派手なことしたら、潜りが増えるような時代だと思うよ。いや、じゃあなんでおお前前、嫌われてるだけだろ。まあ嫌われてるのは認めるよ。だからそれで閲覧が出るだけじゃん。でもそれは俺が別にコントロールしてるわけじゃないから、勝手に嫌われてだるだけかなの。ら、今の、時代の閲覧っていうのはそんなに関係ねえよ。え、じゃあ何？閲覧が多いからどうこうっていうのはコメント数の方が重要だよ。コメント数。なぜかというと、閲覧っていうのは、もうお前が嫌いでも、嫌いでパンチしてる人がたくさんいるってこと。でもで、今、モグリン禁止でどっちが高いか勝負しようか。何？モグリモが？グリン禁止のカテゴリーで。モグリン禁止のカテゴリーでどっちがアイテムじゃなくて閲覧が取れるかアイテムが取れるか勝負するってこと？二人で。アイテムじゃない、閲覧でいいよ。閲覧でいいの？二人で同時に開くの？やってみようか。え、タイトルは？何？アイラと、コメント勝負？何勝負にすればいいの？あ、いいね。だから、あ、で閲覧も、勝負でいいじゃん。閲覧勝負でもいいけど、俺、アイテムでも俺、ぶっちゃけ負けないと思うよ、お前に。用意ドンでやったら。爆笑。いや、マジで。だから、閲覧とアイテム両方やろうよ。いや、はっきり言うけど、お前、煽ってるだけで、ほら、うるせえ。爆笑。
実績を出した人間だけがそういうことを言えるんじゃないのか。いやだから今勝負つければいいじゃん、白黒で。お前毎回逃げるじゃん。今じゃなくて、だからお前は裏で準備しないとそういうことできないんだ。いつアイテム上げて、いつマンスリー1位取ったことある？マンスリーないよ。だから今のはお前より100倍上だよ。いやだから今お前は脳がないよ。だからお前はね、前もって準備して女の子に LINE とかしまくってこの日に投げてってやってるから勝ってるわけでしょ。だから用意どんだったら俺に負けるんだって。LINE しまくってんだって。 LINE でお願いしてんだって。LINE でお願いされてない人1。いやだから逃げるでしょ。それ投げてる人1。だから毎回逃げてんじゃん。逃げてないけど、だって LINE してない人も上げてくれなくてるわ。でも閲覧だったら俺勝つよ。言っとくけど。潜り、潜りん禁止で閲覧でしょ？だから、俺勝っちゃうもん。だからお前にフェアで両方ともやる。嫌な話題を自分から出しといて、その論点をずらすのいい加減やめたら。だから弱いって言われるんだよ。のび太くんって言われるんだよ。論点ずれてない。お前はさ、今さ、そのことを俺振って、LINE の話を振ってきたなら、それを片付けてから次行けよ。だから実際事実だもん。ごちゃごちゃ話変えんなよ。実際事実は。そこで負け染めだったら次に振ってんじゃねえ、バーが。だったら結果出せよ。逃げる。あ、1めっちゃ上がってますけど、アイテム名作しただけてる人から。これ合わせてるわけじゃなくて、LINE 交換してない人ですよ。いや、知らないわ、そんな。だったらそれに関してどう話すか。はい、どうぞ。いや、だから、だったら結果で勝負すればいいじゃん。逃げるなよ。だったらどうぞ、それに関してどうぞ。あなたが言ったことですよね。LINE 交換して。いや、だから。花火を上げてって言ってるみたいなこと言いましたよね、あなたがね。言ったよ。で、俺は LINE 交換をしてない人が今1で、相手も投げている人、でも LINE 交換をしてない人が1ってあげましたけど、この人たちで俺はほとんど今月はラマンスリー取ってます。いや、だったら。それに関してどう思いますか？はい、どうぞ。いや、だったら結果で証明しろっつってんの。ぐだぐだ言ってる。結果で証明してる。結果ってマンスリー1じゃねえの。何でそれ。だから、よう挑んでやればいいじゃん、一枠で。で、逃げ、ぐだぐだ言って逃げてんの、お前らが。何をすんの？いやだから、モグリン禁止で、閲覧の勝負とアイテムの勝負で蹴りつけりゃいいんじゃないの？一枠で。時間決めて。負けたらどうする？お前どうすんの？別に負けたら負けたでいいじゃん。勝負が決まったっつうことで。だから、ぐだぐだ言うなよ。うん、負けたら。ガタガタ言ってんのてめえだろ、これ、カス。お前だよ、ぐだぐだ言ってんの。何言ったこと言った？お前が言ったことを解決してるだけだろ。てめえが死に抜くお前が言ったことじゃ言ってやるよ。俺がわざわざ死に抜くしてやってるだけだろ。今日に椅子は取りたいから、誰々が取りたいからとか、俺が取りたいからって毎回電話かけてくんの。いや、マグリン禁止で、花火対決か？花火対決？アイテム対決？何分よ。いや、お前が時間どれくらい空いてんのかによるよ。いや、別に30分でも1時間でもいいよ。じゃあ1時間でやろうよ。それやって負けた方は、じゃあ土下座しましょう。はい、そうしましょう。電話でしっかりと謝りましょうね。うん、オッケー。で、ちょっと待って、ルールなんだけど、閲覧が俺が勝って、アイテムがお前が勝った場合は、ドローでいいの。ああ、そういうのな。そう、二つ。だったら、どっちでも決めようぜ。うん、いや、両方でいいじゃん。ドローだったらドローで、お互いもうそういうなんかアイテムがどうとか、閲覧がどうとか言い出すのやめようよ。ドローだったら、いい分ってことで。うん。閲覧も勝って、アイテムも勝ってない。そう、土下座。何々さんすいませんでしたって。俺前100回謝るよ。オッケーオッケー。土下座ね。通話で。うん、オッケー。通話で100回謝る。通話で。通話でね。100回な。オッケー、わかった。うん。じゃあな。うん。じゃあ、今からね。うん。はい、お疲れ。じゃあ、アイラと対決します。アイラと1時間対決するんで、ルールオッケーですか皆さん。ルールオッケーだったら手を挙げて。じゃあ、行きます。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。